こんにちは、プリンセス帝王学第三王朝の宮内桃子です。いくよ、桃ちゃん、ズッキュン。皆さんこんにちは。あ、すごい暗い感じが漂っててリラックスしてくださいって言ったんですけど、ちょっとリラックスしすぎですね。皆さんこんにちは。今月も始まりましたプリンセス帝王学の第三王朝宮内桃子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず自己紹介させていただきます。名前が宮内桃子です。そして今日実はあの電車を乗り過ごしたっていうよりも本当に方向間違えちゃって武蔵小杉まで行ってました。全然違う、4時半到着のはずが5時15分に到着して、本当にいろいろちょっとそうちょっとねいろいろ焦っちゃって、リハーサルもちょっと焦っちゃったので、いつもより点はやんわした雰囲気はあるかもしれないんですけど、よろしくお願いします。続いてハッシュタグのご案内をさせてください。ユーストリームのソーシャル ユーストリーム久しぶりだから感じ、ソーシャルストリームでつぶやいていただければタイムライン上でも見れますので、ぜひよろしくお願いします。皆さんのツイートお待ちしております。シャープ PRI アンダーバー TEI、 これはもう覚えてるんですよ。シャープ PRI アンダーバー TEI です。早速ね、あのレスっていうのしてくれてありがとうございます。そしてツイッターのご案内もさせていただきます。アットマーク PRI アンダーバー TEI、 PRI アンダーバー TEI です。よろしくお願いします。フォローありがとうございます。はい、皆さん明けましておめでとうで、本当は1月3日の第一日曜日のはずだったんですけど、ちょっとお正月すぎるということでこの17日に集まっていただいてありがとうございます。明けましておめでとうございます。あ、ちゃんとよかった、声出してくれてありがとうございます。それでは短い時間ですが楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。みんななんか慣れてない感じあるけど大丈夫？そんなことない。最初のコーナーはこちら、山手線みたいな音楽が、お絵かきコーナーです。プリンセスというものは絵が上手くなくちゃっていうかさ、待って、ラスト3回ぐらいなのにこの雰囲気っておかしいよね。みんななんか妙にこうテンション低くなってない？そんなことない。あ、悲しんでる。いや、逆にラスト3回もあるんだから楽しんでください。プリンセスというものは絵が上手くなくては国民の支持が得ることができません。いつも上手い時も結構残念って言ってもらってね、こっちはセルフを言えてるのでありがたいんですが、前回は鬼ということでラムちゃんは描きました。まあ分かればいいんじゃないですかね、分かるレベルな気がする。まあそんなこんなで、これ上手、これ上手ですよね。なんか上手上手いみたいな、上手下手上手いってことで、早速みんなも頭の中で絵描きながら行ってみましょうか。いきます、お題どうぞ。あ、門松だ、お正月。あ、出たよ、こういう機械系苦手なんですよ。得意ですか？得意ですか？そうですよね、 UFO じゃなくてロケット。あのね、近所にロケット公園っていうのがあるんだけど、実家にね、子供がねその柵に首を入れちゃってっていう事故が何回もあって、すごい気に入ってたロケット公園だったんだけど撤去されちゃった。聞いてる？聞いてる。あ、聞いてる。今めっちゃ聞いてなかったよ。めっちゃ見てなかった。いや、こっち見て、あの会場にいる人は逆にこっち見て。多分こっちよりいい感じだから。よろしくお願いします。よし、よし、じゃあ始めます。お願いします。ロケットか。あれじゃない？ロケットって。私なんかロケットって何かと勘違いしてるかも。アポロ。あ、できた。早い。なんかもうこれ以上書けない。え、なんか、あ、もうねこれ以上書けませんでした。いきますね、会場にいる方から。いや、早い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 。そうか、いい、忘れちゃったわね。
ロケットってこんなんじゃない、正解がなくない、ロケットって呆れてる顔してるけど、違う違う、そういかに似てるって思った、ロケット、じゃじゃん、え、これしかも旗の刺すよ、宇宙に日本来たよっていう、そうで、これもう浮いちゃってるの、人がうわーって可愛くない、え、これ可愛くない、え、これ可愛くない、可愛いよね、飛び出す時に人浮いてたらしい、え、ちょっとそういうはっきりしたあの考えやめよう、あ、じゃあ続いてのお題いきます、あれ失笑だったから行こう、もう次に、なんだろう、ぬるっとしてきたね、いい、ロケットみんなかける、は読めないし、その前に大黒天、え、待って、わかんない、大黒様、いや今はんぺん書こうとしてた完全に、じゃあちょっと、あ、始めちゃおうか、え、あ、めっちゃいい味出てる、え、違うよ、あのちょんまげだよね、どんなどんなどんな、ヒントヒント、他にはお金、他には他に笑ってて、他には他にはいや詰め込んだ、みんなの髪型は坊主、帽子、ベレー帽、四角え、なになになに、弁天様ならわかるよ、女の人だから、え、行きます行きます、あ、桃じゃん、いや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 、桃みたい、あれなんかいい、めちゃうまい、うまいじゃない、めちゃうま、行きますなんか全然違うけど可愛くていい、これまずみんなが言い出した袋、帽子、お金、太ってるお腹で黒はんぺんてかさ、待って、こうやってアップにすると超上手い人が描いた七福神の絵みたいじゃない、なんかキャラクターとしてすごくいい、おめ目がいい、これすごい売れるよ最近今年はシュールで攻めてるえ、なんか兄弟みたいになってきちゃった、すごい生きてる、神様を描いちゃった、私これ彫刻師がさ神様彫るのと一緒だよね、ってことで判定どうぞ、みんなが呆れて、いやいやいや、ありがとうありがとう、これ残念な時に拍手をするっていう決まり、大丈夫、あの大丈夫よかった、あのいつもあれだよね、飽きてるか心配になっちゃう人はちょっと遅刻なのかな、あ、いつもこの辺にされるからね、飽きてないですよね、まだ始まって何分も経ってないから、じゃあ罰ゲームいきますか、あ、出た出た、ちょっと読むね、ショートケーキのいちごだけ食べちゃう、あ、なんかいつも本当に意味わかんないセリフだけど今回のちょっと萌え要素ありそうじゃない、いつもだって意味わかんなくない、なんか性格めっちゃ悪い女のセリフみたいな、ショートケーキのいちごだけ食べちゃうなんて神さんが許しても、私が、あ、あったわ許さん、よし、じゃあみんな想像してください、私はいちごが大好きです、みんながでも殺しますよ行きます、はい、行きます、あ、3、2、1、ショートケーキのいちごだけ食べちゃうなんて神様が許しても私があなたを許さないなんかできないないや、みんな拍手するとこですよ、
ね、ありがとう。私こういうの苦手なんですよ。いやね、待って、恥ずかしい、一番恥ずかしい、それ言われると。こういうの本当苦手、可愛いセリフ意外と言わないから、よろしく。じゃあもう次のコーナー行きましょう。なんかさ、台本見るとめっちゃお絵描きのコーナーで長いんだけど、言うとすぐ終わっちゃう。あ、こんな音楽だっけ。あ、これは私の出身地のコーナーです。アラスカです。よし、このこの伝わる、すごい伝わる。私が一言言った時みんなに伝わる、すごいことだよこれ。こういうの一心同心、一心疎通じゃない、一心連心、一心ってことで、よし行きましょうか。今回のアラスカはじゃん、ほんとこれで一着。やっぱバイクって道とかじゃなく雪の上を走る乗り物だよね。姫、後ろに乗ったら違う世界見えて妖怪にも出会えますよ。いや、まずあのあれですよね、バイクじゃない、それはソリです。そんなことあるんすか。バイクはね、雪の上走るものじゃないけど、でもこれは雪の上にバイクがあるってことは、これは雪完全に走ってますよね。どうでした？怖くない？痛い。何が痛いの？こけるの？怪我してないの？はぁ、はぁとか言っちゃった。え、大丈夫？ M なんだ。ちょっとそんな話できない、できない、できない。ここ、ここ、ここ。そっか、でもなんか逆にすごいストイックの人って厳しいから本当に M なのかもしれないね。多分みんなこのイベントに来てるってことは M だよ。あの、だってこんな、だってぬるっとしたところに来てるんだから。わかる？あの、もうこれ自分もさ、どれだけさ、なんだろう、変な雰囲気の中に溶け込めるかっていう試練の場所だから、みんな大丈夫、ここが大丈夫だったらどこのイベント行っても楽しめるから。あ、ごめん。風評被害、風評被害。じゃあそんなこんなで、これはアラスカですよ、気をつけてください本当に。ありがとうございます。さて続いての投稿はこちら、これですね、おみくじなんです。で、この時なんでこんなびっくりしてる顔をしてるか分かる人。手が出てきた。違う。いやいや、手出てきたら怖い。分かる人いる？言ってみて。なんか分かった顔したよね今。分かんないの？言って言って。いや、お賽銭取り放題、それも今こうだよ、こうだよ。指は抜けた。そうなんですよ、そうなんですよ。正解分かんなかった。中がから、まあいい線いってるんですけどね。このおみくじのところにお金を入れるんですけど、そう、まずここのおみくじのところにお金を入れるんですけど、私なんとお釣りも返ってこないのに1000円を入れたんですよ。でもそれは間違えたからじゃないんですよ。10個おみくじを買ってきました。そんなことないじゃないですか、普段1000円も入れるんですよ。手震えたからね、おみくじの。お賽銭も1000円しないのにみたいな。ってことで、みんなおみくじしましょう。そうそうそう。でもね、あの1個お母さんが引いたんですよ、だから9個あるんですけど。私も今年みんなでおみくじしようと思って、まだおみくじ1回も引いてないんで、とりあえずここに1,2,3,4,5,6,7、私も払ってきました。あ、しないしない。いや、これ勝手にやってることだから大丈夫です。あの、本当はね、おみくじを買い、あのお守りを買いたかったんですけど、そうするともうびっくりすると高かった、びっくりした。じゃあね、私の手の中から引いてください。まだ開けちゃダメですよ。はい、前から、じゃあ右から順に。はい、選んで選んで。キャーキャーキャー。はい、いや、そこのあなた。そこだな。これ占いじゃないから。ってことで、ちなみにですけど、お母さんは大吉出たんですよ。で、後ろの人に
聞こえるぐらいはしゃいで大吉って言ったら後ろの人も大吉だったんですよ。で私がこの中に大吉しか入ってないんじゃないって言ったの。そしたらその後ろの友達は小吉だったんで安心してくださいあ、やりたいんだねじゃあ行きます。のみんなめくって言っちゃダメだよ。あ、破れた。なんだか怖い。え、まだ自分は引いてない。そう、引いてない。今年初の。まだまだまだ待って。どこに書いて、あ、真ん中。イエーイ。じゃあ、大吉の人。はい。これ私大吉だとつまんないね。そう。吉大みたいな。吉大吉。え、じゃあ待って、じゃあ恥ずかしいかもしんないけど、まずじゃあ中女吉さん、あ、言っちゃった名前何吉、何吉、あ、じゃあこれから名前小吉って呼びます小吉くんって。いやでもここから上がるんですよ。じゃあその次、はい、何吉くん、吉くん、おー、何吉、末吉、何吉、あ、よし、みんなそれぞれ、じゃあ交換してあげる。基地の人交換しよう交換、大丈夫、私流のこれおみくじだから。じゃあ私もね、これだったからね、みんな結びに行きたいね今度。それかさ、私が結んできてあげるから大吉以外の人回収して結ぼうか。それか持って帰る、どっちがいい。え、どっちにする。預けたら絶対ツイートするよ。大吉ちゃん、大吉ちゃん持っててよこれじゃあ私結んでツイートするね。読んだみんな。じゃあこれは私が結んでツイートするから、ちゃんとここにだけどねここに、意地悪意地悪ここにほらできたそうそうそう、ちゃんと神社に行ってやりますよ。稲城神社行って、みんな見てくれた、今ね、ツイートありがとうございます。今度はもうオークションかな。オークションやるの。あ、そう、あ、じゃあこんな話は後でしようか。5000から20万の間。怖い怖い怖い。ってことでアラスカのコーナーはここで終了、ありがとうございます。みんないいお年を過ごしてください。ってことで場外ホームランのコーナー、来てない方大丈夫かな、本当にね心配だけど、場外ホームラン、あ、やんないと、あー、お姫様だから外の世界見れないし退屈だな。みんなおみくじ楽しかったですか、うん、ありがとう。そんな場外ホームランのコーナーは、お城の中で退屈しているお姫様にみんなが楽しいと思った写真を投稿してもらえるコーナーです。さて今月はどんな楽しい写真があるのでしょうか。早速行ってみましょう、どうぞ。うん、これはひなさんからの投稿です。お正月に実家に帰った時、大量の猫を発見。豪徳寺の招き猫、ヒコニャモデルだよ。読めないな。招き猫に願をかけ、成熟成熟際に放納するそうです。姫も願掛けしてみては。いやこれ思うんですけど、こんだけあったら気持ち悪くないですかなんかさ、私すごい神社とかたまに行って思うんだけど、なんか不思議なの、なんでだるま様さん、なんだよな、あの人、あのこういうの、こういうの、なんだよだっけ、違う、石でできてる、あ、お地蔵さん、お地蔵さんがめっちゃいっぱい置いてあるとかあるじゃないですか。めっちゃ置いてあるとか、トゲ抜き地蔵とかも置いてありましたよ。あれは菩薩だから。え、一気にあんな並べるの。あのお寺の方ね。なんか意味があるんですか。一個じゃダメなんですか。今度考えてみて。考えて、あ、調べてみて。調べれば出てくる。本当超追い詰める聞いといてそう、それをね聞きたくてこの投稿をね使わせていただいたんだけど、よかった、みんな知らなかったんだねみんな知らん、私も知らないからみんなも知らなくて嬉しい。そう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 、一
これ通訳必要だね。ちょっとこっちに誰か。あと2回あるけど通訳が必要です。ありがとう、素敵な場外ホームラン、イエイ。ウィンク、ウィンクじゃないんですよ。アラスカはウィンクなんだけど、場外ホームランはホームランって。私もルール最近知った。ありがとう。そして次の子、あ、続いての投稿は、ん、あ、これはマーボーさんからです。よくわかったね。2月9日火曜日、川崎クラブチッタアティックにてプリンセス宮内桃子さんの生誕祭が行われます。しかも誕生日当日、オープンは6時半からスタートは7時、みんなで姫のバースデーでお呼び出します。すごい。これさ、あの、この宣伝だけだと宣伝だけになっちゃうから言うのやめようって思ったんだけど、まず宮内の2の9で、ま、ハッピーバースデーがかかってるってことはその場所に行ったってことなんだよね。すごいことじゃないね。え、いや、それはこじ、そう、そこまで言っちゃダメ、そこまで言っちゃダメ、そこまで。これはね、うん、酔っ払ってますか。まあってことで、すごいことなんですよ。だからとりあえず宣伝になっちゃったんですけど、2月9日ぜひ来てください。よろしくお願いします。なんか時間まであるんですけど、なんかアラスカとか言いたい人いますか。あ、判定もちろんホームラン、イエイ。また投稿待ってます。アラスカなんか言いたいことある人いますか。待つよ、言う人いるまで。あれ、あ、言っちゃった。そうです、はい、今回の写真集なんですけど、あの、これはね、服着てるやつで、上着を、あの、服着てないって言うとおかしいんですけど、いやいや、あの、違うんですよ、服着てないって言うとおかしいんですけど、めっちゃ薄着、すごい。あ、どれ見せようかな。じゃあこの感じとか。すごい、神社に行ったんでみんなで参拝した気分になってほしいなと思い、でね、あの、2月号の撮影もしたんですけど、あれだよ、私ノースリーブでやった。そこで見てくれたツイート、すごい見てほしい。あのね、ワンピースめっちゃ可愛くて、寒いの分かってたけどそれ着た。いや、まあ10月号のこと言ってるの、あ、10ん、これ10回目、11月号、あ、ていうかイベントはさ、今日入れて3回だったけど、もう写真集あと2回ってことだよね。ってことはイベントがこれ終わったらあと2回しかないってこと。あれ、そう、今同じ集まり。大丈夫だよ、同じなんだよ。いや、みんな寂しいね。大丈夫、大丈夫、寂しいけど大丈夫じゃないよね。ありがとう。ただ嬉しいだけっていう。まあでもあれだよ、お別れ会はまだやんないから。どうしよう、お別れ会、プリテの卒業式、いや、イベントの中で卒業式やりたい。30分間で、分かんない、どうなんで、何も知らない。そうだよね、それはない。え、いや、それはね、絶対ありえないから大丈夫です。卒業しますよ、もちろん。留年、いや、しないよ、おかしくない、プリンセスが留年って、おかしい。卒業できるんです。そしてじゃあ今ぬるっとしたままなんですけど、時間ももうそろそろなるので、あ、そうそう、みんなアラスカの投稿と場外ホームランの投稿ぜひしてください。やり方わかりますか。あのね、プリテの方のツイッターにリプライとして送るんですよ。リプライとして送ってくれるとチェックできるので、いつも目を通してやってます。ぜひ写真付きとかあると面白い。難しいな、ダメ。過激な、そう、過激、じゃあ、そうそう、投稿してくれた中で大根の写真があったんですけど、すごい過激すぎてやめました。そうそう、まあなんか面白いシュールなやつとかも好きなんで、ぜひ投稿してください。分かった、聞いてる、さっきから。あ、なんか、あ、投稿してくれてないだけ。なんかでもね、他の普通の投稿してくれてるかも。
言っといて、じゃあ投稿してください。あ、ありがとうございます。写真も、写真じゃない、リプライ。じゃあ今日は本当にエンディングになっちゃうんですけど、久しぶりにみんなこの空間に会えて、なんか一体何人かでね、こうやってちゃんと私と喋るっていうのもなかなかないので、すごいいいイベントだなって思ってます。普段なんかライブはあるけどトーク一緒にできるイベントはないから、なんか楽しいなって思ってます。ありがとうございます。もっと前に出てきてもいいんですよ。喋ってください。ありがとう。そこは無駄話しない。じゃあ、そしてそしてプリンセスと洋楽は毎月第1日曜日夕方18時から池袋で公開番組収録をしています。今回のあのイベントが終わった後に、来月の、そうですね、はい、2月7日の受付も申し込みしております。写真集もよろしくお願いします。写真集も同時申し込み、はい、もう今日から申し込みできます。で、2月7日、あれ、宮内の誕生日マジかってことで、みんなおめでとう言いに来てください。まだだけど、でもこっちの私の方の告知、まず1月29日特撮ゼロという、あの釈由美子さんとかも結構よく載ってるんですけど、これね、書けなかった、こっちこっち、そう、あのそれにインタビューをしてもらいました。なんとちゃんとグラビアとして、まあ服なん、この服なんだけど、載ってるの、あ、これ21?22 です。消えるからいいです。21、セルビアンナイト川崎で単独ライブがあります。そして2月9日川崎でアティックで生誕祭があるので、ぜひみんな来てください。来てくれる人とりあえず手あげといて。あげちゃん、じゃあよろしくお願いします。じゃあ来月は2月7日の日曜日18時からです。今日はご覧くださってありがとうございます。あ、そうだ、言い忘れてた、ユーストリームがと、あの、なんだか何日間か経つととりあえず見れなくなっちゃうので、見たいって思った方、ユーストリームじゃなくて YouTube で見てください。よろしくお願いします。アーカイブが YouTube のみとなります。よろしくお願いします。じゃあみんな最後に行きます。ももちゃん、ズッキュー、ありがとうございました。じゃあこの後のイベントも楽しみましょう。